はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。イエイ。5月28日。はい。8時やな。8時。水曜日。はい。水曜日。ウェンズデー。ウェンズデー。アニエフ出番終わったね。終わりましたね。はい、終わりましたね。どうでした？どうした？お二人とも。死ぬかと思った。死ぬかと思った。はい。なんでや、なんでや。結構さ、やっぱあれやね、お客さん温かいね、このイベントはね。そうね。うんうん。でですね、でだ。はい。久々、まああれやね、まあアニソンやったら次はさ、はい、ちょっとボカロやりたくない？や。やろうや。やりたい。言わされてるか。言わされてるか。やりたい。ということで、はい、次回は、次回のライブは、秋は、はい。秋ちゃん、7月の7月の27日、日曜日。はいはい。神楽坂、エクスプロージョン。で。アニソンボカロ？はっちゃけフェスティバル？あ、オッケーオッケーオッケー。っていうのを見てますんで、まだ時間もね、決まってないんですけど、詳細はブログの方でチェックしていただけたらなと思います。はい。じゃあ次回はね、はい、ボカロでね、はい、こんなことやね。ね、あんなことをね、はい、なやっちゃおうかなと、はい、はいって反応まあそういうことでね、今日お疲れ様でしたということで、はい、今日は俺たちこの後めっちゃ飲みます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 、はい、なのでぜひぜひですね、あの明日のブログもお楽しみにしていただければなと思いますので、明日まあライブの次の日やなのねライブブログもぜひぜひ楽しみにしていただけたらなと思います。それでは、キアでした。お疲れ様でした。